ニュエイ・ユレゾビエは、フランス、ヌーベル・イコール・アキテーヌ地域県、ドゥ・セーブル県のコミューン。県北部にあり、ブレシュイールの北 15km、ショレの南およそ 30km にある。コミューンを2つの河川が流れる。中央部を流れるのは、シー川、南部を流れるのは、アルジャン川である。コミューン北部の平均標高は 150m で、比較的乾燥しており、 数多くの池や湖があるのが特徴である。一方で、南側は、アルジャン側の谷が特徴である。コミューン全体が、ブレシュイレ地方のボカー順に含まれる。野原の小区画は狭く、網目のような池垣を境界にして分割されている。観察される樹木の種類はシ、ク栗、トネリコである。池垣もニワトコ、ノバラ、ハリエニシダなど低木で構成されている。 コミューンは2001年3月11日、北のレゾビエと南のニュエイユシュルアルジャンが合併して誕生した。この合併は都市化から30年経っていた。2.25km しか離れていない、2つのかつての歴史的な街の間には、都市的なつながりと同様に、社会的、商業的なコミューンの活動の構造化があった。レゾビエの村は、モレオンとトゥアールの間を結ぶ道路、 なんととポワティエの間を結ぶローマ街道の交差点で生まれた。ニュエユシュル、アルジャンの村の起源は、特に水車の発展が許されるアルジャン側への近さと結びついている。コミューンの歴史は1793年4月13日以降、バンデ戦争が後を残している。レゾビエにおいて、アンリドラ・ロシュジャクランとバンデ軍が勝利したのである。ニュエユ・レゾビエから、 セリゼをつなぐ道路の近く、シェーブルの森に記念碑が建てられている。こうした困難の時代に続いて、19世紀には2つの町は懸命な経済成長をした。繊維産業が町で発展した。地元ではカーテン製造工場が設置され、12人の労働者たちが働いていた。1850年代にはビジネスが成長し、 織木きが52基あったと帳簿に記されている。職工たちが地域へ流入し人口の大部分を占めるようになった。1880年に鉄道が到来、ブレシュイールと書類管路線が通り、その後なんととポワィエ管路線に延長された。しかし鉄道は、地場産業に非常に大きな影響を与えることはなく、駅はニュエイユの町寄りに建設された。二つのコミューンが、 工業的で重要な発展を経験したのは第二次世界大戦の後だった。それ地域周辺にあたるため、ニュエーエイユレゾビエは県で最も産業化された地域である。経済計画が伝統的に非常に躍動的で、地場産業の存在が特徴である。地域経済は畜産と食品製造、特に専門的な課金の分野が高い割合を占めている。 美食を提供する会社は地域でほぼ1000人を雇用している。同時に他の職種として溶接、機械製造、ポリエステル製造、包装があり、従来のビジネスと並行して職人によるものづくりやサービス業がある。合併から10年経っても繊維産業と製菓業はまだ残っているが中規模な企業が残っているのみである。コミューンには コンピューター情報誌アバズマックの出版会社が本社機能を置いている。ソースイコール陰性2006-2008-2009ありがとうございます。